はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。今日はね、ちょっと風吹いてて表の仕事ができないので、春巻きのね、野菜の種を買ってきました。これから紹介したいと思います。でね、ざっと見るとこれがじゃがいもです。で、ここが唐辛子かな。で、これがささげとニラです。はい、じゃあこれからね、一種類ずつちょっと紹介していきたいと思います。よいしょ。で、まずこれが、じゃがいもですね。シャドークイーンっていうね、紫のじゃがいもです。これもね、前回買いに行ってね、売ってなかったんで買ってこなかったんですけどね、今回同じお店、農家の店にね行きましたら売っていましたんで買ってきました。で、これ1キロです。1キロで800いくらだったかな、値段書いてないんだね。1キロで870円、まあ約900円ぐらいだったかな、の値段でした。はい、これがじゃがいもですね。シャドークイーン紫です。はい、その後ね、じゃあ唐辛子からいきましょう。唐辛子が3種類です。はい、これはね、うちの嫁のね、リクエストで、激辛っていうやつとね、ししとうですね。それと、なんかこっちはあまり甘くないみたいです。その唐辛子を、3種類買ってきました。去年もね、多分50本ぐらい全部で巻いたと思うんですけどね、巻いたっていうか、苗を作ったと思うんですけどね、ほとんど食べましたからね、すごいよね。はい、そういうことで、唐辛子が3種類です。はい、それとね、はい、どこでしょう。はい、これがね、はい、ささげです。実が長くなるやつね。去年は三尺インゲンってのインゲンをね、巻いたんですが、今年はささげにしました。で、いずれもこう長くなるやつだよね。で、これ多分茎ごと食べられ、茎っていうかこの鞘かな、鞘ごと食べられるんじゃないかなと思うんですけどね。まあこれもまたダメだったらインゲンを買ってきます。まあとりあえずインゲンなかったんでささげを買ってきました。それとこれがニラ娘っていう、花にニラらしいんですけどね。今作ってるのは普通のね、葉っぱを食べるニラなんですが、うちの お嬢様図中国人の嫁がね、花芽、この茎を食べるらしいんだよね。で、それを欲しいっていうことなんで、まあ一応、今回買ってきました。っていうことで、まだまだね、種の方は何種類か、足らないっていうかね、抜けてるものもあるんですが、まあこれからね、徐々に種を買って、春先咲くっていうかな、の準備、種まきの準備をしたいと思います。はい、そんなわけでね、種を買ってきましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。